自分史ラジオヤッシーです、ここでお知らせです、45回にして初めてお知らせなんですが、前々から作ると言っていた自分史ラジオの公式 LINE ができましたので、ぜひ僕とお友達になってください。詳しくは概要ページか、もしくは、SNS もやってますので、自分史ラジオヤッシーと友達になってもらえれば、限定のオンラインイベントとか、まあ、限定の音声とかもちょっと今後何か特典を作っていこうかなと思っているので、ぜひお友達になってください。では、今日のゲストは、東昇さんです。東昇さん、よろしくお願いします。はい、東京在住の東昇と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日は、もう4月に入って、今日暖かかったよね、結構。東京の方は少し雨降って、そうなんだ。日中は少し汗ばみそうだったんですけど、昨日の方がすごかったですね。昨日28度ぐらいまで行って。らしいね。いや、昨日はもう暑かったですね。やばいね。なんか、もうさ、4月入っても今年4分の1終わってるってちょっとやばい、ね。それも言わない。もっといろいろやろうと思ってた。自分史ラジオはね、最近、そうだ、また、宣伝ついでに、YouTube も最近始めて、音声だけですけど、やってるんで、まあなんか今年本当はもっといろいろやる予定だったのに、やっとそこまでたどり着けた。いや、もうね、今日はちょっと東昇さんとこうやって、お酒を飲みながらの収録ということで、ちょっと、じゃあもう一回乾杯しましょうか。さっき一回乾杯。はい。じゃあ、よろしくお願いします。バイ。よろしくお願いします。それは何飲んでるの？なんか、深いお酒。これは、なんかスムージーってやつですね。スムージーってなんか野菜じゃないや。果物のなんか、ドロッとした野菜、果物ジュースみたいなところにアルコールが入ってる。アルコールは何入ってるの？アルコール何入ってるのかな？ビールで少し混ぜた。あまり度数高くないので。そうなの？ちょうど、お話しするのにちょうどいいかな。あまり飲みすぎると、ベロベロになるので。それあれでしょう。先月、まだ2、3週間ぐらい前。3週間ぐらい前だって飲んだのって。そうですね。3月中旬ぐらいですよね。ね、はい、いやもうね、申し訳ないけど、東昇さん、名古屋に来てもらって、ちょっと軽く飲もうって言ってもらって飲みに行ったけど、全く俺は記憶がないよ。いやうちもあの日はやばかったです。久々に。その後、予定があったんです。一週間出張だったんですけど、もう出張の初日にそれをやったので、いやー、なかなか大変な一週間になりました。ね、いやー、でもね、なんかね、すごい楽しかったことだけ覚えてるのね。でも、俺、そのパターンすごい多くて、でも、有意義な話を聞いたはずなのに全然覚えてないっていうさ。いや、そんな感じですよ。まあ、そんなもんです。そんなもんです。そう、あの日はもう日本酒を、2軒目で日本酒飲み放題行ったのがおかしかったんですよ、そもそも。1軒目でまあまあだったけど、2軒目がほら、日本酒もビールも飲み放題。でね。俺、唯一覚えてるのが、東昇さんが、濁り酒が弱いって言ってたのだけ覚えてて。そうそうそう。日本酒は結構飲めるけど、濁り酒になると酔うんだよねって言ってたのだけ覚えてるんだよね。そうなんですよ。濁り酒、酔うというか、悪酔いしちゃうんですよね。濁り酒だけでも。まあ、他の日本酒はいいんですけど、濁り酒は少しでも飲むと、やっぱあの日も次の日悪酔いしてましたね。だって、結構濁り酒飲んでたよね、そうやって言いながら。美味しかったんでね。美味しかったよね。飲んじゃってましたね。これはちょっと、あれだね。クレイジーの飲み方を久しぶりにしたね。そんな感じです。もうすごい楽しかったな。なんかいろいろさ、もういろいろ教えてもらったりとか、東昇さんの専門分野の話を、ちょっと今日もその辺も、もし聞けたら、その辺も聞きたい。あ、はい。
前回、本当にさ、いろいろへーって聞いてたのに、メモ取ってないから完全に忘れてて。あ、じゃあ、なんか、僕の専門分野ちょっと紹介した方がいいですかね。ねえ、あともうあれでしょ、ちょうどさ、このタイミングでってね、まあ前々から俺、東昇さんにはぜひ、ポッドキャスト出てよって言ってたので、忙しくて、まあもちろんさ、東昇さん今も忙しいんだけど、ちょうど、なんて言うんだろう、この、自分史ラジオが、まあ人生のターニングポイントとか、あと、子供の頃から振り返るみたいなことをやってるんだけど、そしたら、東昇さんが、まあ人生のターニングポイントの一つが、今の時期なのかなっていうのもあって、気持ちをさ、こう、いろいろフレッシュな気持ちを、言葉をこう、ポッドキャストにして、なんか残せたらいいなっていうのもちょっとあったのね。そうですね。ちょうど、今年の3月に大学院の博士課程を修了して、まあ、無事に、博士、情報科学だ。情報科学の博士になって、で、まあ、4月から、まあ、民間の研究所で働いている状態で、まあ、結構2年ぐらい前からなんか、出ませんかみたいな話とか、いろいろ出てたと思うんですけど、まあ、なんか、子供も生まれつつ、まあ、研究のストレスもなかなかストレスフルだったので、強かったので、圧が強かったので、まあ、なんか、結局話ならないなって、はいたんですけども、ちょうどいいタイミングでお話いただけたので、本当に出れて光栄だなと思っています。そこまでなんかすごい番組でもないんだけど。でもさ、もう、俺、ポッドキャストを、だから本当に、やる前ぐらいから東昇さんぜひ出てって言ってたぐらいだから、すごい、なんか、前々からさ、じっくり話したいっていうのもあったし、まあ、じっくり話すと、俺ら酒飲んじゃう。まあ今日も飲んでる。だから結局記憶が残らなくて、こうやってね、収録しながらだったら、まあいろいろ残るかなっていう。変なこと言ったいら後でや、カットするから大丈夫。後で見直すのが、なんかちょっと怖い感じがします。大丈夫、いつもはなんか、失そう。った記憶はもう失、あの、もうか、あの、記憶の彼方にもう放流しちゃって思い出せないようにしているのに、今回は思い出せるので。大体ね、飲みながらの収録だと、まあ、稀に言っちゃいけないことが山ほど出てくるときあるけど、大体ね、結構、すごい楽しい感じになってるから、なんか、まあほら、飲んでさ、いろいろ怒ったりとか泣いたりとかっていう人じゃないし、楽しく飲めるから、そうですね。ね。いや、なんか、そうなんですよ。なんか、これに出るみたいな話をして、で、それが、まあ、先月の中旬ぐらいで、で、その後、まあ、学会に行って、まあ、いろんな人と飲んで、で、まあまあ、また戻ってきて、その後修了式とかいろいろ、まあ、忙しく動いてたんですけど、なんか、やっぱりなんか学生と社会人みたいなところに一つの区切りみたいなのがあって、やっぱり業界っていうか、所属がやっぱり変わるっていうところで、僕はあんまり所属を変えることってなかったので、前の、その大学に入る前の 会社も結局何年かな？ 8 年。6、7年ぐらいいたんですよね。まあ、でも、節目節目って結構なんか、心に来るものがあって。なので、まあ、そういうのを話せる機会があるのはいいなと思っていて。で、一回就職してから大学に入ってきたので、なんか、あれですね、自分の、この経験の思いの丈みたいなのを伝えて、共感してくれるのが、まあ、学生さん、というよりかは、ちょっと上の年代の方が多くて、そういう方って結構忙しいので、なんか、共感をしてくれるんですけど、やっぱなかなか話す時間がなくて、なんか、個人的に非常に話足りない状態にあるので、まあなんかそれを今日はもう全部洗いざらい話してから、ちょっと、すっきりしようかなと思ってます。いいね。いやもうさ、これだから東昇さんのことを、まあ、知ってる人もさ、聞いてくれてるかもしれないけど、知らない人はさ、あれ？彼は何歳の人なんだろうって多分思ってるじゃん。大学院卒？あれ？就職したって言った？みたいなさ。
計算してみてもらえば。今の大学院を5年、6年か。ちょっと1年準備したので、6年かけて卒業して、で、その前7年くらい働いたのかな、ちょっと正確なのを忘れましたけど。で、その前は大学の修士中退だったので、まあ、そんな感じで。だいたい40手前ぐらいになりました、ついに。めっちゃ学校行ってるよね、だから。そう。人生、小学校から数えると人生半分ぐらい学校行ってんじゃないですそうだよね。半分。か。うん。633でしょ？6332、大学4の修士2のまた6で18で、今回6で24ですよね。48になるまでは、まあ、人生半分大学すごい。半分だがね。なんか、教育受けてるって感じです。すごい勉強が好きな人だよね。そうそうそう。ね、そうなんですよ。いや、いろいろね、東條さんとさ、知り合ってからも結構、まあまあ長いと思うんだけど、でもさ、その子供の頃の話とかを全然聞いたことがないと思って、ああ、はいはい。そのさ、だから、まあ、ね、最近何が面白いとかっていう話はさ、お互い会うとそういう話になるけど、意外とその幼少期の話とかも全く聞いたことがないから、そう、そうなんですよ。そこは、なんか、別に意図的に話してなかったわけでもないし、なんか嫌な記憶があったっていうわけでも特にはないんですけど、僕なんかすごい長期記憶が悪いみたいで、なんか、あまり覚えてないんですよね、正直。なんかまあ嫌な話とかだったら全然もちろん言わなくてもいいはいし、はいはい。しかっていうともうみんなのね、楽しい話とか聞きたい。はい。なんかこう、覚えてる一番古い記憶みたいなものは、一番古い記憶は、なんかちっちゃい頃に百科事典を、幼稚園の頃ですよ。幼稚園の頃に百科事典を椅子代わりに使ってたみたいなのは覚えていて。すごいね。なんか、めっちゃ賢い子か、めっちゃアホな子か、どっちかだね。そう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 。それだけは覚えていて、なんか、うん。そう、なんか、そうなんですよね。それ以降はあんまり、なんか、中学ぐらいにならないと記憶があんまり思い出せない感じですね。そうなんだ。小学うん。校とかあんまり覚えてない感じ？小学校あっちこっち行ってたんで、なんかもう、あんまり覚えてないですね、本当に。いろうん。いろ変更してみたいな感じね。そうなんですよね。そう、これ言ってないんだけど、僕は中国出身だったので、中国、日本行ったり来たりして、で、日本でも、なんか中国に戻って日本帰ってきたら、あれ、別の学校になってたみたいなこともたびたびあったので、そっかそっか。生まれは中国で、何年かごとにこう、日そう本です、そうです。行ったり来たりみたいな感じだったんだ。そうです。ちっちゃい頃はそんな感じだったんですよ。小学校終わるまでそんな感じで、まあ、中学校以降はずっと日本にいるんですけど、そうそうそう。なんか、そうですね。まあ、楽しかったですよ、多分。どんな子供時代だったか覚えてる？小さい頃から。なんか、中国帰るたびに人格が変わってたような気がします。どういうこと？どういうこと？でもなんかカルチャーショック受けるのか知らないですけど、確か小学校低学年の頃はめちゃくちゃわんぱくだったと思うんですよ。それこそ小山の大将みたいな感じのすごいわんぱくな感じだったと思うんですよね。で、中国帰ってすごいおとなしくなって なんかあったのかな？その友 達いとか。や、その時言葉喋れなかったので、中国帰った時に。そうだよ。小学校の時って、さ、2、3年も使わないとすぐ言葉って忘れちゃうので、そうだよね。で、帰って中国語全然喋れないところに一人ポツンといて、まあ、それでも2、3ヶ月すれば話せるようになっちゃうんですけど、子供なんで。なんで、まあ、結構いろいろ空気を読みながら生活するそうか、そうか、そうか。があって、で、その状態でまた日本来るので、そうするとまた日本で空気を読み始めてみたいな感じそうで。だよね。そう、なので、ちっちゃい頃は結構、そんな感じで、おとなしめでした。
言いたくなければ全然いいんだけど、日本と中国はどの辺のエリアだったの？その住んでた。日本は名古屋で、ずっと名古屋。うんうん。で、来た当初一瞬大阪に住んでたのかな？ちょっと覚えてないんですけど。まあ、だいたいずっと名古屋で、熱田さんの近くなんですけど。で、中国は江蘇省っていうところで、上海の近くです。じゃあ、結構都会な感じ？そうですね。生まれたところは、日本の企業の輸出と工場とかが多くて、日本人もたくさんいたので、まあ、そのつてで日本に行ったわけなんですけど、もう、それなりに栄えてます。まあ、今でも。そうだろうね。も当時、そうなんですよ。当時中国って鎖国みたいな感じだったので、と、あの、国中の何個かの都市しか貿易できないみたいなん、感じ30で、何年か前だもんね。そうです、30何年前に。なので、まあそこの一つだったので、まあ、そこにいたのはまあたまたまラッキーだったなって感じです。多分、そこにいなかったら多分日本に来てないですそうか。ね。それは、あれだね、結構、子供の頃にさ、転校っていうだけでも結構、精神的にしんどかったりとかするしさ、俺もも、もともと生まれは関西で、神戸だったんだけど、小学校の頃に名古屋に引っ越してきて、言葉が違うからいじめられたりとかさ、それでなんか、ちょっと一時期内向的になったりとかしてたんだけど、ね、日本語のさ、関西弁と名古屋弁が違うだけでも、そんだけ、ちょっとなんか、からかわれたりとかするのにさ、国が違うとやっぱりね、ちょっと入っていきづらいよね。そうなんですよね。多分そんなことがあっただろうと推測されます。そう。で、まあ、中高は、なんか、どっかの、住んでたところがめちゃくちゃ治安悪かったので、中高は私立行かせてもらって、一貫のとこ行って、それはもう平平穏々と過ごして 楽しく過ごして、で、大学は京都の方、関西の方に行って、で、その後東京ですね。感じです。結構いろんな都市を渡り歩いてるね。そうなんですよね。そうなんです。結構楽しく。どこも楽しいですけど、本当に。名古屋も楽しいし、関西も楽しいし、神戸もこの間、学会で行ったので楽しかったですし。そうだよね。はい。飲んださ、飲んでベロベロになった次の日に、俺が傘を忘れて、ああ、はいはいはい。今から神戸行くっていうタイミングで。ね、そうか、そうか。中高大学とかはどんな感じだったの？当初さん。中学はなんか、普通になんか、が緊張やってましたね。多分、普通が緊張やってて、なんか、そんなに目立つことなくやってて。部活とかなんかやってたの？うちの学校部活がなくて、うちのコースだけ部活がなくて、なるめほちゃくど。ちゃマンモス校だったので、全然部活は全国区の部活もあったんですけど、うちのコースだけ進学コースで部活をやってなくて。なんでまあ、友達とみんなで放課後にちょっと体育館、借りれるは借りれるので、借りて遊んだりとかはしたんですけど、ほとんど部活はやらずに。で、高校はなんか、そうですね。ずっとクラス委員的な立場だったので、なんか、仲のいい友達がいて、一人。その子がクラス委員の時は僕は副委員やって、前期。で、後期は僕がクラス委員やって、その子が副委員やってみたいなのを バ3ディ。年ぐらいやってた感じそう。でした。じゃあ、あれ、中学、高校とかはさ、結構まあ、思春期で、こう、なんて言うんだろう。こうさ、ちょっとぐれたりする人たちもいるじゃん。どっちかっていうと、そういうのではなく、まあまあ、うまいことやって、みたいな感じ。
そうですね。グレる要素があまり、中学の時に若干、中学の時に若干グレたけど、なんかもう、もうここ寮だったので、親とも顔つき合わせる必要もなかったので、まあ土日ぐらいなんで、そう顔だ。つき合わせるのも。土日ぐらいなら、お互い我慢して、また、月曜日からずっと寮なんで。その頃は、なんだろうね、何か楽しかったこととか、なんか趣味とかあったのかね、中高とか。趣味は、でも趣味ないんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですよね。寮生活ってこんな楽しいんだと思って。そうか。それは楽しいかもしれないね。なんか、食事、まあ学校終わってすぐ食事なんですけど、その食事が終わったら、お風呂の時間までちょっと結構1時間とか、1時間半とか時間があるので、その間、寮の設備使えるわけなんですよね。普通にグラウンドとかもあったりするので、で、学校がもう使わないグラウンドは、そのちゃんと整備すれば使っていいよって言われてたので、もう使って、もう時間ギリギリまで遊んで、みんなで風呂入って、勉強して、みたいなので、なんで、なんか、めっちゃ充実してましたね。仲いいね。仲良かった。うちの代、やっぱ、寮生はみんな仲いい感じはあります。そうかそうか。なんかいいうん。ね。それぐらいの年代で寮生活って。そうですね。寮生活結構良かった。楽しかったです。唯一良くなかったのが、クーラーがなくて、寮に。そっか、それは大変だね。で、か、あの、教室みたいなところがあって、寮に。そこはクーラーがあるので、そこに、みんな寝るんですけど、全員入りきらなくて。そうすると当然上級生優先とかになるので、もう、下級生とか1、2年生の頃、2年生の頃はまあギリギリ使えるようになってたんでしたけど、1年生の頃はもう氷枕をとりあえず2、3個用意しといて、夜中にも熱く、しかも2段ベッドなんですよ。4人1部屋2段ベッドなんですよ。で、当然1年生は上の段にさせられるわけですね。暑い方だ。暑いんです。そうだよね。サウナの上なんですよ。そうだよね。もう氷枕で寝て で、夜中暑くなって氷枕が溶けてるんで、また取りに行って新しいの。で、また敷いて寝るっていう。生活してた時は、辛くて、もう最終的になんか廊下で寝てる日とかもありましたね。廊下の方が涼しい。廊下の方ずじゃめっちゃ蚊に食われるんですけど、もうしょうがないです。すごい、すごい話だね。そうか、でもまあ、それもね、二十数年ぐらい前とかだから。そうです。15だから23年、2、3年ぐらい前ですね。そうだよね。まあ、でもそっか、それぐらいか、まあ、平成ではあるけれども。いや、もう今じゃ考えられない。今じゃ1日の間に朝暖房かけて、昼冷房かけるみたいなことすることもあるのに、も当時はすごいね。う、もう、当時よく我慢できてたの。そうだよね。みんあ、な。もう、みんな頑張ってた。そうか、じゃあそこから大学で京都に行って、京都はまた面白いでしょ。なん京都か、いいですね。ね。京都何がいいって、やっぱり自転車でどこでも行けるのがやっぱいいですね。結構コンパクトな街だもんね。そうなんですよね。コンパクトで。なんか、思った以上に24時間営業のお店も多かったりしちゃうので、おお。その当時スーパーとかが普通に24時間営業で、大晦日以外で。なんか、良かったですね。なんか、すごい。飲み屋も安いし、学生には優しいし。いや、京都はさ、やっぱりなんか学生の街だよね、本当に。いや、もう学童ももう石投げりゃ学生に当たる感じです。本当に。学生さん多いのと、あと自転車が多いのうと。ん、そう。京都何が良かったっていうと、なんか、
老舗のお店には行けないわけですよ、高くて。でも、老舗のお店に、卸してるお店には行けるわけですよ。なるほど。じゃあ、美味例えしい。ば、そうです。豆腐屋さんとか、肉屋さん。お肉はやっぱりまあ高いんですけど、なんで、豆腐屋さんが多分僕的にはすごいコスパが良くて、で、かつ家の近くにあったんで、そこはすごい、南禅寺に卸してるって言ってて、南禅寺の湯豆腐屋さんに卸してるっていう、めっちゃいいね。おじいちゃん、もう僕がいた頃におじいちゃんだったんで、この間行ったらもう当然もう畳んでたんですけど、子供2人も、もう、なんか、別の道進んだから、もうここは継ぐ人いないから、もう僕の代で閉めるよとか言ってたんで。で、そこのおじいちゃんの豆腐はもう美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しくて、で、豆腐になる前の豆乳もペットボトル持っていくと売れるんですよ。いいね。話聞いてるだそけでおいしそう。う。そう、美味しかったですね。あれはすごい贅沢な時間でしたね。そこで一番忘れられないのが厚揚げで、お、厚揚暑げなんですよ。い。えで、これが特別美味しくて、えー。うんうん。なんかもう、湯葉を揚げたみたいな感じになってるんですよ。めっそうちそう。ゃうまそう。そう。それをなんか普通に150円とかで入ってくれるわけですよ。なんか、2枚150円ぐらいで売ってくれるで。なので、もう、余ったやつだからって。そうか、そうだよね。祇園とかに下ろしてたりするんだろうね、多分そうね。ですね。そうです。もう、湯豆腐屋さんに普通に卸してて、湯豆腐屋さんそこのを、いいお値段出したやつを、安いお値段で食べれた。それはいいな。そう、なんかそういうお店とか、その豆腐屋さんだったり、老舗だったりとかが結構ちょろちょろあって、入りやすいのも京都良かったなと思って。そう。なんか、こんな感じですかね。なんか、すごい、なんか、もうす全ご然。い、井戸端会議な喋りになってるんですけど。井戸端会議どころか、居酒屋でだらだら喋ってる感じ。横のテーブルにいる感じで聞いてくださいっていうのが一応コンセプトだから。なるほど。そうだね。喫茶じとかゃあ。居酒屋の隣のテーブルだから。はいはい、いいで全す然ね。すごい。普通に昔の話を俺が聞いてるだけっていう、はい。全然いい。俺もそういう話すごい聞きたい。はい。じゃあ、まあ、続けちゃいますけど、なんか、ついつい。つい、まあ、これは最近の話なんですけど、神戸行ったって言ったじゃないですか。で、帰りに、まあ、ちょっと、京都で漬物買いたくて、寄ったんですけど、ちょっと時間があったので、昔のところぐるぐるって軽く、見て回りたいところだけ見て回ったんですけど、いやー、なんか、あれですね。めちゃくちゃ値上げしてましたね。あ、そう、観光客料金。観光客値段というか、そうですね。だから二十何年前、1000円で食べてたランチがあるんですよね。寺町二条にあるんですけど。そこが今、同じランチで2000円になってますからね。倍倍になってなってるんだ。だってて、まあもう学生が来れるお店じゃなくなったなと思って。そうか。まあ、確かにね、その学生時代からもうどれぐらい20年ぐらいとかだから、まあ、インバウンドって言葉も当時はほぼほぼなかったもんああ、そうですね。ね。ね、そのそう、日そうなんですよ。そうなんですよ。海旅行もだけど、海外からの人がさ、京都に行くとびっくりするぐらい多いでしょ、今。多かったっす。めちゃくね。ちゃもうなんか、バスってこんなに満員になったっけって感じです。そう。ね。俺もちょっとなんか最近京都に行くことがいろいろ多くて、本当にどん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 人が増えてたから。あ、でもね、それぐらいやっぱりまあ魅力のあるエそうリでア。すね。ねえ、そりゃ行きたいよなと思うもん。そうですね。そうなんですよね。やっぱりなんか、散歩してても気持ちいいし、本当に、ちょっと歩けば、すごい雰囲気のいい小道があるので、まあ、すごくいいな。まあ、そうなんですよ。まあ、ちょっと路地入ると、なんか、老舗の和菓子屋さんがあって、
買って食べれたりとかするので、やっぱりコンパクトにまとまってて、質高くコンパクトにまとまってるし、学生が住もうと住めば安くも住むし、だ僕が結構理想としてる都市だなって、その安くも住めるし、高くも住めるし、そのコンパクトにまとまってるし、なんか、すごく四季を感じる楽しみもあるし、なんかあとさ、俺全然恥ずかしい話、歴史をわからないというかさ、歴史音痴で最近やっと日本史とか世界史とかちょっとずつ勉強してるぐらいなんだけど、やっぱこうさ、もっと本当に日本史詳しかったらめちゃめちゃ京都楽しいんだろうなっていつも思ってた。ああ、それは思います。僕も日本史が全然わからない人なので、京都は多分なんかこのお寺の歴史とかで多分教科書出てんだろうなって思いながら目の前通るけど、ああ、古いんだなってぐらいしか。なんか俺はさ、自分が参加してる読書会で「源氏物語」とかを読んだから、ある程度そのさ、まあ京都だったりとかはちょっと、あ、ここがあのお寺なんだとかさ、そういうのでちょっとリンクするけど、いやー、そりゃここに都作るよなっていうぐらい住みやすいっていうか、住んでて楽しいよね。そうですよ。そうですよね。まあ、四季はめちゃくちゃはっきりしているというか、盆地なので、夏はめちゃくちゃ暑くて、暑いね。冬はめちゃくちゃ寒いんですけど、本当に。雪も東京とか全然比べるのもならない降りますし。そうだよね。なんか、俺もさ、一応丸竹恵比寿とか、そこをちょっと覚えたの、その通りの名前とかも、京都に行くことが多かったから。でさ、なんかその、南北っていうかさ、なんて言ってたかな、大きい通り、東西に通りの大きい通りごとに、気温がちょっとずつ変わるって。なるほど。極端な話、極端だなと思って聞いたら、でも本当に、もうちょっと北の方は雪が降ってるけど、もうなんか、こう、五条とかぐらいの辺は全然雪が降ってないことが。そうですね。北大路とかの方と比べたら、やっぱり五条、九条とかの方にまで行けば、多少は和らぐでしょうし。それが不思議だよね、別に。車でさ、すぐの距離ぐらいなのそうに、ですね。全然天気が違うって言ってたから、住んでる人たちが。それもなんかね、面白いし、結構他のエリアから来た人たちがギョッとするって言ってた。ああ、確かに。なるほど。むしろ、そうですよ。いや、いいね。あ、なんまあ、か、みんなで行きたいな。そうですよね。京都は結構いいなと思って、いつかはまたちょっと住んでみたいなとは思いつつ、まあ、そうですよね。京都結構本社にしてる、会社も多いし、やっぱり、ベンチャーもそこそこあるので、仕事やるにも結構悪くない環境があるのかなとは思っていて、なんか若い会社とかも結構多いので、なんか、やっぱ京都ブランドがいいのかなと思いつつ。そうじゃない、やっぱり、なんか、そう。もちろんさ、ブランディングとして、まあ、東京とか大阪とかあるけど、やっぱり京都はもう、オリジナルな感じすごくするもんね。そうですよね。そうです。だからまあ、京都はどっかのタイミングで行けるといいなと。ね。まあ、もしくは老後ですね。そうね。老後。バスがね、混むからね。そう、その、移動いや、手段どうする？誰どうにかしないと、ちょっと、だから、中央、あの、中、ちょっと、わかる人にはわかると思うんですけど、中央線の朝の通勤並みに混むんです。そうもうあね。の、もう、もう、もう、あの状態なので、それが普通に、1本待っても2本待っても同じようなバスばっかり来るので、もう満員で乗れませんみたいな感じになっちゃそうう。そうそう。なんで、もうちょっと、あれだけはどうにかしてほしいですね。まあ本当にね、
京都は本当にギュッとしてるね。真ん中のやっぱり5番の目のところはさ。そうで道もすごい細いし。はい。でもやっぱり面白いな。洛中ってやつですね。洛中。そう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 ね。そうですよ。はい。僕じゃあ結構京都も、その大学の頃は、何こう、バイトとか、サークルとかはなんかやってたの？僕ずっとバイトしてなくて、学部の時してなくて、で、院に入る前ぐらいに、塾の講師を始めて、しばらく塾の講師やってましたね。先生だね。卒業ぐらいまで。まあまあ割に合わないので、それはしないですけど。そうか、学校が結構忙しかったのかな、じゃあ。いや、燃え尽き症候群です。完全に。いや、まあ、てか、まあ、普通に、二日酔いすぎて、毎日のように。そっち？ 遊びすぎて、そっち？あんまりバイトに行きたくなかったで。大学に入ったことでの燃え尽きなのかと思ったら、そうです。あん酒まはり飲燃え尽きは酒飲みすぎて、お金なくなったのでインターン行って稼いで、また酒飲むみたいな、そんな生活でした。そうか、その頃から酒は飲んでるし強かったんだね。そうなんですよ。酒はよく飲んでます。京都の酒美味しいので、すごい。そうだよね。いや、いいな。はすごい水があったので、はい。いいね。その頃はじゃあ、もう、大学、でも大学とは言っても、俺らみたいな、チャランポランな大学時代っていうかさ、俺も全然授業も出てなかったから、大学は本当に居酒屋の前に集合する場所っていうぐらいだったから、毎日夕方ぐらいに学校行って、友達と集合したり、なんか、サークルのやつがいるの見かけたら、ちょっと飲みに行こうぜって言って、そっから授業全く出ずに飲みに行ってっていうのばっかりだったけど。いや、そんな、だいたい、そんなもんですよ、そんなもんです。どうなんか、単位さえ取り切っちゃえば、全然問題なかったんで。しよだいたい大学って120何単位ぐらいじゃないですか。僕半期で50単位取ったのかな、確か。お、すごい。だから、2期ぐらいでもだいたい100単位ぐらい取れちゃってたので、もうあまり行かなくてもいいやって。その頃は学部はどんな感じのとこだったの？学部は理学部っていうところで、サイエンスですね。サイエンスの理学部で、僕は専門が、当時は、地震をやってたんですよね。アースクエイク。アスクエイクの？クエイク。あれは現象の名前で、学問としての名前はサイスモロジーなんですけど、地震学みたいなのをやってて、なんか統計的に地震の予知を、地震の直前予知みたいなものを、統計的にとか、まあ、もしくは直前の現象、直上現象って言うんですけど、直上現象とかなら予知できない、予想できないかとか、予測できないかどうかみたいな研究を、まあ、してたんですよ。面白そこで、まあ、プログラミングずっとやってたので、まあ、その後しばらくプログラミングで仕事とか続けて、今もほぼほぼプログラミングを毎日書いてるような生活してますけど、それはそれが多分プロ。もともとの、もうちょっと遡るときっかけはさ、その理学部とかの、まあ、要はざっくり言うと理系とかに目覚めるところっていうのは、根っこはどの辺なの？理系に目覚めるところは、なんか、なんでしょうね。やっぱ面白いと思ったから、まあできるから面白いと思ったんですよ。それはたぶん、得意だったっていうのもあって、理系すのごもい、理系のものが、の。ずーっと得意だったので、まあ、もうなんか何も迷いもなく理系に進んでました。そうなんだ。
でさ、プログラミングみたいなものに触れるっていうかさ、パソコンとか、そういうものはどの辺ぐらいからなの？プログラミングでも本格的に始めたのは実際大学入ってからで、で、まあ、授業とかでやるわけですよね。プログラミング。地震学って津波とかも扱うので、例えば津波が起きた時のシミュレーションとか全部プログラムで書くわけですけど、まあ、そういったこととかをやっていく中で、まあまあ面白いなと思って。なるほどね。なんか、このさ、ポッドキャスト出てもらった人で、まあ、やっぱり理系だったり、あと、なんだよ、いわゆるコンピューターが好きな人って、俺もすげえ頭の悪い表現だけど、大体みんなゲームから入ってる人がすごい多くて、最初はゲームが好きで、ああ、はい。本買ってもらって、なんか自作でパソコンを組み立てたりとか、そういう感じではなかったのかな？ゲームとかさ。自作のパソコンは小学校からやってたんですけど、おー、やってる。なんか、言われてみれば、そうですね。いや、だからそれが普通かなと思ってたんで、その当時は。だいたいみんなね、自分のことは普通だと思ってるそうですから。ね。それでゲームと、まあ、Windows 95が出るか出ないかぐらいの時だったかな。で、ちょっとわかる、知ってるか知らないですけど、DOSV DOSV ね。っていうコマンドラインを叩いてゲームとかを起動しないといけない時代だった。昔はね。はい。その頃からやって、でも、それがプログラムに興味を持ったきっかけというか、まあ、なんか、プログラム怖いみたいな意識はなくなりますよね。でも、それがきっかけでプログラムをやりたいかって言われたら、そうではなかったかな。最初に触ったのは、じゃあ家にあったドス V とかってこと？そうですね。それでゲームをやったのが初めてです。でも、わけわかんないよね。なんかあれでしょ？雑誌の後ろの方にあるプログラミングのやつをこう打ち込んだりとか。そうそうそう。ね。そうなんですよ。あの頃はなんかすごい、なんかインターネットもない時代だったので、ええ、ゲームの情報とかはもうすべて紙なんですよ。そうなんだよか紙を見ながらパソコン触ってるって、なんかすごい今からすると、今考えたらアンすバごランスな、アンバランスな状態で遊んでて。い 紙にさ、だって雑誌に書いてある文字起こししたプログラムを一文字一文字キーボードで入れるってさ、すごい話だよねそう。今考えたら。そうなんですよ。そう。例えばそうですね。まあ、だからそれがあって、あまり、プログラミングに対してなんかあんまり、その危機感はなくて。で、そうですね。だから実際本格的にプログラムをちゃんと勉強したのは、大学の時も、まあ、だましだましやってた感じなんですけど、実際は多分就職した後ですね。ちゃんとその体系的に勉強しとかないとなと思ったの。そうなんだ。学部の頃とか大学、最初の方の大学はやっぱりそんなにプログラムを突き詰めなくてもよかったので、まあ使えればいいや、シミュレーションなので、まあ動けばいいやぐらいの感じだったので、そんなに、そもそもそんなに速くないので、まあ別にスピードもそんなにこだわらないしって感じだったんですね。仕事に出てからはそうもいかないので、そこから勉強したかって感じですね。僕のプログラムの経歴は。まあまあ、仕事で必要だったらね。その仕事は、じゃもう、プログラミングの仕事っていう感じ？なんか、聞ける範囲で。あ、もう全然多分行って大丈夫だと思うので、もう NDM 多分切れるはずなんで、もう十分。僕やってたのはあれなんですよ。企業さんの会計システムの中でも、予実管理って言われてる分野。予算と実績っていう、まあ、会社の PDCA 回すときに必要な予算と実績を、集めてきて分析をする基盤を提供するみたいなのを、
提供、そこに乗っかるパッケージを提供するやつだったんですね。で、マイクロソフトとかが出してるんですね。そういう基盤自体は。でも基盤をそのまま使える人ってそんなにいないので、その上に、経理部の人って基本的にプログラムするの知らないはずなので、とか、予実管理だと企画部の人ですよね。そこまでプログラミング知らないので、その生の基盤は触れないので、その上に一層もうちょっとユーザーフレンドリーなパッケージを用意してあげて、で、彼らの言葉と、その下のプログラムの言葉みたいなのを、コンバートしてあげたり、つなげてあげるようなパッケージっていうのをここで作ってたんですね。すごそう。で、僕はそこでは、開発がほぼほぼ、仕様を決めてたのが僕と社長の二人で、打ち合わせしながら決めてる感じだったので、そう、ちっちゃい会社だったので、そんなに、でもそう、ちっちゃい会社だったんですけど、それでもすごい売上はちゃんと立ってて、これ会社のホームページに書いてあるから言ってもいいんですけど、パナソニックの裏側の仕組みは全部うちがやってたし、すごで、今は結構、今、会社も変わ、あの、社長も変わって、この間上場したっぽいんですけど、い。そんなところの、数年、数十、十、十年以上前の最初の頃のじゃあパッもケージをバリバリ作っう、あてれだね、入った頃はもうバリバリのベンチャーみたいな感じ。た。そうでもなかったんですよね。それまではほぼほぼ開発は社長一人ぐらいがやってて、もう、あとは売る方メインだったんですけど、ちょうど僕が入って、エンジニアもう一人できたわって話になって、だから僕しかエンジニアいなくて、その時。そっか。で、じゃあちょっと機能付け加えて販路拡大していこうみたいな話になって、で、チームもちょっと少しだけ大きくなって、で、回してた感じです。これ大変だよね大変ですね。新入社員がなんで、先輩社員のマネジメントしなきゃあかんねんみたいな、そんな状況になってやってたんですけど、でも、いろいろ勉強できたんで、よかったかなって。グラミングもしながら、プロジェクト管理もしてみたいな感じとかでしょ？そうですね。仕様決定、お客さん先に行くことはほぼないんですけど、僕が行くことはほとんどないんですけど、その仕様決定からプログラミングして、品質管理して、で、その販売、セールスのチームに新しい機能のデモとかを作ってみせて、こういうセールスポイントになるんだよ、みたいなの話をして、で、不具合とかが来たら、それを トラッキングして、人を割り当てて、みたいなことを。もうじゃあ、傍らでプログラミングをしないといけないみたいな。セールス以外のところは全部やりますみたいな感じそうそう、セールスとももう事務以外はだいたいやります、みたいな。で それはまた忙しいし、大変だね。忙しかったですね。忙しかった。でもすごい自由だったんで、楽でありましたけど、今思うとブラックだったなって。夜遅くまで働いたりとかね。でも、いい悪いは別にして、あの頃実装をした馬力っていうのがある程度、その後、今も生きてますね。とりあえず実現させるみたいなところは。動かないものよりも動く、とりあえず不完全でも動くものを作ろうみたいな。ところはもうその時に必死、もう、バグって潰せないわけですよ。全部は当然。そうね。もうある程度バグを許容してリリースするんですけど。走りながらバグをこうちょっとそうでずつ修す正ね。みたいな感じだね。これはクリティカルにならないから、これは直さないみたいな。しないといけなくて。とりあえずクリティカルには全部、数字が合わない気が超クリティカルなんで、ちょっと動作が遅いぞみたいなやつはいいんですよ。もう。リロードしてもらえば OK ですって言えば。命に別状がなければ走らせとでみたいな感じそう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 。そこをうまく
潰さないといけないバグと潰しても、潰さなくていいバグをなんか、より分けて、潰さないといけないバグをやってもらって、っていうハンドリングはそれなりに生きている感じがします。そうか。それも、その頃も、じゃあ、名古屋？いや、その時東京です。東京と、あとシンガポールにいた方でああ、そっか、そっか。いろんなとこ行ってるね。そうか。シンガポールも行ってたね、そういえばね。す。あ、そうです。シンガポール行ってました。あれ、シンガポール結構長くなかったっけ？4年ちょいぐらいですかね、多分。そうだよね。そうか、そうそうか。そうそう。結構じゃあ、あれだね。いろんな経験をしてるね。本当にいろんな場所で。いや、そう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 なんですよ。いろんな経験をさせてもらって。い面白い。や、うん。後から見ると、すごい祭りみたいな感じで楽しいんですけど、やってるときはそれなりに、やっぱ辛いので、まあでも、まあ悪い人じゃなかったか、良かったかもしれないなと思うんですけど、社長も。そこで、結局身にならないものをなんか、裁量もなくやらされてるのと違って、ある程度裁量も持ちつつ、方針も決めれつつ、やったらやったで、ちゃんと、自分の血肉になることだったので、まあ、それはまあ、多少自分の時間を削ってやってても、まあまあ、悪くはなかったのかな。今更なんか、今は思いますけど。なんか、あれだね、やっぱり、こう、改めて聞くとさ、あんまりこう、当初さんの、そういう、昔の頃の話を聞くことがなかったから、なんかこう、今の話のさ、走りながらどんどん修正するとかさ、とりあえず出すみたいなものとかもさ、なんかひょっとすると、まあ、直近のさ、まあ、またいろいろやってるっていうのもあるけど、なんかひょっとするとちょっと当初さんの、いろんな、こう、行動原理だったりの、こう、根本になるところとかっていうのは、その辺もちょっとあるのかなって思いながら聞いてた。そうですね。なんかさ、考えすぎて出さないよりも、とりあえず出して、どんどん修正するみたいな感じもそうだし、なんか細かいところにこだわりすぎないんだけど、ちゃんとこう、きちっとしてるみたいなところとかも、そうですよね。今の業界は全く商売とはかけ離れちゃったんですけど、今、研究所なので。まあ、それでもやっぱり締め切りっていうタイミングはあるので、商売の頃はお客さんが目の前に行って、その商談みたいなのがある意味締め切りだったわけなんですけど、今はなんか、学会とかの締め切りとかあるので、まあ、それにどう間に合わせるかみたいなところっていうのは、結構、取捨選択しないといけないのは、似てるなぁとは思いなんかさ、俺はつつ。こう、当社さんと、まあ、今まで何度かお酒飲んだりとかしてて、すごいさ、きっちりしてるんだけど、しすぎてないっていうかさ、すごい臨機応変な、こう、なんていうの、応対能力みたいなところがさ、あ、この人すげえ面白いなってよく思ってたのよね。ああ、そう、なるほど。なん確か、そういうのがなんかでいろんなところでちょっと垣間見えたなっていう感じがするね。確かに。ね、まあ、あれだよね。多分、まだ二人ともそんなにお酒を飲んでないから結構まともな話をしてるっていう。後編ではね、またちょっといろいろとその後の話とか、もうちょっとなんそうっか、すね。ね、お酒を飲みながら聞けたらなと思うので。最近の話を、そう、し最たい近なはと。さ、こうね、特にさ、もう、この間も飲みながら、俺がずっと、当初さんに一方的に最近の AI の話とかを聞いてたけど、もうさ、今、すごいでしょ、もう、この数ヶ月っていうかさ。やー、なんか、ちょっと早いっすよ 早ね。いよね。ちょっとさ、その辺さ、俺全然キャッチアップできてないから、ちょっとなんかその辺でさ、これが面白いよみたいな話とかも含めて、なんかちょっと、今この時期に東証さん出てもらったっていうのはすごくなんかいいタイミングなんじゃないかなと思うので、また前編はこれぐらいにして、また後編でお話を聞こうと思うんですよ。というのが、
俺も今もうお酒が切れてきたのでちょっと取りに行こうと思って。あ、OK です。じゃあそうしましょう。ね、何か告知があれば告知をお願いしてるんですけど、何かありますか？じゃあ好きなアニメの告知でもしておきますか。いいね、いいね。4月から響けユーフォニアムの3期が始まりますので。そうなんだ。もう気がついたんですよ。全然見てないんだよな。ぜひぜひ皆様、興味あればご鑑賞いただけると嬉しいです。そうなんだ。ちょっと意外かも。ユーフォニアムなんだ。まあ、京アニ全般が好きなんですけど、まあでも響けユーフォニアムはかなり好きな方ですね。すごいいいらしいね。なんか、そうか。ちょっとじゃあ、なんかそれも頑張って見る時間を作れたらと思います。ありがとうございました。じゃあまた、はい、では後編ということで、じゃあお酒を取りに行って、また後編飲みましょう。ちょっと多めに取ってくるんで、お酒を。はい、ありがとうございました。あ、OK。じゃあうちも取ってきます。はい、じゃあ失礼します。Their story.